はい。オリンピックが始まろうとしています。開会式まであと数時間です。はい。もう始まっ、大変。始まってるんじゃないですか？嘘。どうなんかな？始まってない？始まってる。はい。開会式までもうすぐです。うん。もう本当に始まるかもしれません。はい、今日はちょっと、ふーちゃんとオリンピックについてお話できたらなと思うんですけど、もうすぐ、次の日？スロープスタイルですよね。そう。てかもう明日か。見たかった。ね、仕事があって、ちょっとあれなんですけど。でも絶対見ます。録画でね。はい。見て。注目選手教えてほしいです。注目選手は、もう、まあ、同性ってのもあるけど、男子と同じ舞台に立ち、あのデカさと、あのバーンというか、あの、あれを、こなす、女子たちの姿、うんうん。確かに。同じですもんね。同じだって、板短い、板軽い、体重軽い、がたい小さいのに、どんな状況下でもメンズと一緒のあの台。本当ですよね。生理も来るし、体調もあれだし、もうこう変化あるし、すごい見物ですよね、女子は。いや、女子やべえよ、うん。まあ男子ももちろんなんですけど、やっぱ同性はさ、うん、かなりのさ、損の刑がありますよね。本当に。その中でも、まあ、日本人は全員推してるとして、もちろん。海外の選手は、ひょいっと現れた、ひょいっと現れた、ゾイちゃん。ゾイちゃん。やばくない？見た目マジメンズ、ね。ニュージーランド。そう。マジメンズじゃん。カチコチのカードローナで育ったという。本当にカドローナの、私3年前かな、カドローナのリフト4人クワット乗ってて、なんかイケてる男の子がバーって直下ってパンピングしてバーンってバックリップして、旋回したで、なんかヤーみたいになってたの。うん、超かっこいいと思ってよく見たらゾイだった。女の子。そう。ひー、すげえ。もうそれで、うわ、マジでやばいわと思って、そしたらもうメキメキバン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 って出るじゃないですか。バン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 ってね。すごいですよね。ニュージーランドってだって冬が2回来ますもんね。確かに。まあうちらもそうか。ニュージーランドに行けば冬2回来る。そうですね。ね。そう。冬1年に2回飛び回れば味わえるって。確かに。もうゾイたちなんて、まあ日本今トップの選手そうだけど、もうずっと冬だよね。ずっと冬。ずっと冬。すごいな。いや、あのスタイルは、すごいなと思う、うん。男勝りですよね。本当に男勝りというか、もう男。うん。あんだけ男に近づけれた女の子って初な気がする。確かに。ね、でも体細いのにね。確かに。見た目は、スタイルがかっこいいですよね。そう。あと、ウェアのシルエットも結構さ、メンズライクな感じじゃない？うん。そうですね。あさみちゃんは？私は、やっぱ、同い年で、ずっと始めた頃からずっともうトップにいたジェイミー・アンダーソンかなって思います。確かにトップ、もうずっと表彰台でずっと戦ってきて、ね、でどんどん下から、いや確かに下からミヤビやらココモやレイラやらってどんどん突き上げてきて、すごいなんかでも負けずにこう頑張ってやってるっていうか、ずっと女王でやってて、今回ねスロープとビッグエアありますけど、ちゃんとダブルもさ、ねえ、仕上げてきてるから。仕上げて。いや、あそこで私、ジェイミー、ダブル、2方向、3方向、やると思わなかった。うん。ねえ。この北京まで。本当ですよね。うん。どこで練習してるんって感じですよね。そう。本当に。日本だと、キングスとか、クエストとかあるけど、ねえ、アメリカ、やっぱあるんですかね。隠してんなのかな。かもしれない、もしかしたら。ということで、はい、すごく、もちろん皆さん分かってると思うんですけど、めちゃくちゃ感動するじゃないですか。はい、めちゃくちゃ感動しますね。私、あさみちゃんのオリンピック4年前見に行ったんですよ、応援しに行ったんですけど、うん、感動ってものじゃないぐらいもう感動で、 YouTube 撮ったんですけど、もう手がもう感極まって涙であんま見えねえし震えて取れないしで大変でした。なのであと現地に行くと結構なかなかいろいろゆっくり見れなかったりするので、本当に日本からテレビで見るのが一番正しいオリンピックの観戦方法なのかなと。確かに寒いしね、思います。でも現地はまあそれはそれ最高だったんですけど、うん、そうですよね。スロープスタイルのどこが、うん、
見物ですか。いや私それこそ4年前と今もセクションが違くてめちゃくちゃ R が出てきてるじゃん。確かに。とかなんか今年はほらちょっと中国のさ、うん、あのザ国技じゃないけどさ、うん、なんかこうなんか中国をかたどったようなさオブジェのような、うん、あの確かに像城みたいなのをさ、うん、あれ面白いですよね。そうそれをどう攻略するのかなっていうのがすごい楽しみなのと、うん、確かに家でしたね。そうあと4年前は結構ハラハラしてまともに見えてなかったからあれだけど風とかね天候が安定してくれると、うん、なんか選手たちも力をさ出し切れてこっちもなんかこうわーわーってこう盛り上がって見れるんじゃないかなっていう、うん、そこが天気が安定してくれっていうのがマジで、ね、どの競技もそうだけど本当にもう祈るばかりです。そう思います。みんななんていうんですか 50-50 というかなんていうんですかね平等、ね、平等平等平等で、うん、初めてでもピョンチャンオリンピックでヒロノアサミとジェイミー・アンダーソンの時は風止まったからすごかったよね。風に来たー天気の子来たー天気の子って思った、うん、本当に、うん、それもそれですごい感動しましたけど、うん、初めてスロープスタイル見て採点わかんないみたいな どういう風にやってんのみたいな感じ。予選は1人2本で決勝が1人3本だ。そうだよね。はい。でベスト2ラン、ベスト2ランで、あの転んじゃダメなんですよね。転んだり足ついたり、あと手バーンお尻つ足ついたりでもいいそうお尻ついたり手ついたりするともうほぼダメですね。もうダメですね。で昔は結構ジャンプがもう7割とか8割占めてたぐらい採点基準が多かったんですけど、うん、もう今年というかもう最近はかなりジブセクションもめちゃくちゃ大事だよね、うん、ほぼ同じぐらいの、ね、で一人ずつその見るところあの何ですかセクションが一人ずつ採点してって最後にオーバーオールでみたいな感じですね、うん、きっとオーバーオール眠くなっちゃった。はい眠たいですというわけで、はい、明日のスロープスタイルぜひ注目してみてください。で終わりませんけど私あのちょっとあの平昌オリンピックの広田麻美選手の、はい、あのビッグイヤーの、はい、シーンをちょっと見せたいんですけどいいですか。いかがだったでしょうか。これ今のはビッグエアっていうやつです。そうジャンプのやつでのオリンピック姿ビッグエアで今見ても私はちょっとグッと、はい、グッとねグッとくる。いや応援に来てくれる人なかなかいないですよ海外までね。いや行きますよなかなか。でいや行けるか分かんなかった。でも広野あさみの内定が決まったってこうネットニュースあれになった瞬間に飛行機を取りました。ありがたい。でもあの現地もいいんですけどオリンピックを楽しく観戦するには選手のねあの詳しいこととかもキャスターさんとかしっかり喋ってくれるので皆さんテレビでゆっくり、はい、ゆっくり楽しくお家でね応援しましょう。はい、えふーちゃんなんかみんなで応援会みたいなのあるんですよね。なくなっちゃったこれ。あなくなっちゃった、うん、じゃあそうなの。じゃあというわけで皆さんで応援しましょう。頑張れ日本これ日の丸ね赤に塗った方がいい。頑張れ日本イエーイ応援してます。どすこい